白壁の町並みが江戸風情を色濃く残す倉敷美観地区。そのほぼ中心に立つのはかつての米蔵を改装して作られた倉敷民芸館です。普段使いの日用品には用途に結びついた美が備わっているとする民芸品を展示しています。倉敷の民芸を代表する倉敷ガラスの生みの親、小谷晋三さん。小谷さんにとってここ倉敷民芸館は倉敷ガラス誕生の舞台となった生涯忘れられない場所です。小谷さんが倉敷ガラスを作るようになったのは昭和39年。倉敷民芸館の殿村吉之助初代館長との出会いがきっかけでした。殿村館長はもともとガラス玉の製作を行っていた小谷さんにガラスコップの製作を依頼します。目方が1分か2分のようなものを吹いてね、作りおった人間がそれがいきなり、ね、持ってコツンとくるようなコップを作れたら俺は無理ですよ、なんぼ手先が器用でも。今のように情報が豊富でない時代、小谷さんは手探りでガラスコップの製作に取り掛かります。試行錯誤を繰り返し、独自の技法を追求して、なんとか最初のガラスコップの完成にこぎつけました。ガラスコップを完成させた小谷さんが、殿村館長に見せるために足を運んだのが倉敷民芸館です。中庭の石畳の上で小谷さんの作品を見た殿村館長は、思いもよらぬ行動を取りました。エカローが入って言おうたらあっちから出てきてな、でこれを見てじーっと見てで踊り出す。おーいいねいいね、いい大人がはあいいねこの上置いたらこの上のようなコップ持って行ってからうわーいと喜ばれたんじゃ、バカにされたと思う。でもそのうちな、真面目な顔してな喜んでくれたね。いやー転んでもいいな、真面目に使うということを考えて作ってくれたということは嬉しいだ。そして小谷さんは倉敷ガラス職人としての人生を歩むこととなります。質素で素朴ながら凛とした美しさを放つその姿は、誕生から半世紀以上を経た今もなお多くの人々の心を捉えています。ただ一人倉敷ガラスを作り続けてきた小谷さんの工房には、殿村館長から贈られた言葉が掲げられています。火に溶け木に生きて、息深くここにこもるっていう、我慢して我慢してここでそのものを作るために一生懸命なってるということなんだ。殿村館長の教えのもと、倉敷ガラスをこの世に生んだ小谷さん。小谷さんの出発点となった倉敷民芸館の中庭は、民芸が持つ用の美を体現するように手仕事の魅力を伝え続けています。